旅行先のホテルでのこと。夜寝ていると突然苦しくなり、目が覚め目を開けると自分の胸の上におじいさんが座っている。びっくりして起き上がろうとしたのですが、体が全く動かない、金縛りになってしまっているようで声も出ない。この時おじいさんはこの世のものではないことに気づき、頭の中でお経を唱えてみたのですが、おじいさんはこちらを見ながらニタニタ笑っている。なんだかその笑い顔に腹が立ち、何が何でも動こうとしたら足の指が動くことに気がつき、そこから徐々に体が動くようになっていき、声も少し出たところでおじいさんが悔しそうな顔をして、ああと言い消えてしまいました。立ちました。